ニュースポスト7です。小島瑠璃子さんが中国進出に向けて本格的に動き出しました。中国進出のために接触したのが中国で一番有名な日本人として知られる俳優の矢野浩二さん。矢野さんが久々に来日した際、小島さんは早速ウェイボーで対談。スポーツ紙記者によると、小島さんは矢野さんの問いにもスムーズに中国語で返答していた。矢野さんも年も若いのに可愛くて聡明とベタ褒めしていたとのこと。ちなみに小島さんは中国では歌手になりたいと公言しているそうです。ニュースポスト7。